モンモーとは、北海道空知市長滝川市の岡高子保で製造販売されている菓子。パッケージ中身白あんと乳製品を使った焼き菓子で、発売から45年以上経っても滝川市民に愛されているという。名前の由来は、牛の鳴き声とされるモウモーから。バターを使用し、保存料や添加物を一切使わないために、消費期限が夏場で5日、冬場で6日と短い。 ただし、ベルロード店や、丸い今行きキッチンに納入する、真空パック品は、常温で30日保存が可能である。モンモー、北海道のお土産、いいもの紹介サイト、2013年12月3日閲覧。モンモー、有限会社岡高志保、2013年12月3日閲覧。花丸カフェ、藤本美希さん、花丸マーケット。 TBS テレビ、2013年12月3日閲覧。放送内容、ポン、日本テレビ放送網、2013年12月3日、閲覧。藤本美希、地元の素敵なお菓子、美希藤本オフィシャルブログ、2013年12月3日、閲覧。ありがとうございます。